皆様もご承知のように下関は日本海と瀬戸内海とを結ぶ関門海峡を挟み九州へと相対し大陸に最も近いところから古くから栄えてきた町でございます。この山が日の山と呼ばれますのは以前はこの山でのろしを上げていたからです。九州からの遺跡の襲来を知らせるのろしをこの日の山で受け、この日の山から上山口へと引き継がれ遠く京都へと知らせていくのでございます。それでは間もなく下りのゴンドラとすれ違います。礼を受け、それ以来毎年大勢のお客様を迎えることができております。またアルカポート沿いには水族館である海峡館がございます。バラエティ豊かな海の生き物やイルカショーが人気となっており、中でも全長23メートルに達するシロナガスクジラの骨格標本は日本国内では海峡館のみとなっております。それでは間もなく山頂日の山駅へ到着いたします。お降りの際はゴンドラが揺れますのでお足元にはご注意くださいませ。